トナ、あなたその人とどこで会ったんですか？知らないよ。スーちゃんに言って訴えてやる。羽頭のバーカ。ちょっと待ちなさい。まあまあリジャリア、そんな怒らないで。ついに尻尾をつかみましたよ。おい、どうかしたのか？私の宇宙戦艦を盗んだ報いを受ける時が来ましたよ、エトナさん。今度は何なの？ぶっ飛んでるシャニスター、弾ける光、私はこの広大な銀河に愛を振りまくのと同時にもう一つの目的があったんです。実はですね、銀河美少女海賊キャプテンエトナという人を追ってきたんです。エトナさんはあろうことか私の大切なコレクションの宇宙戦艦を盗んでいったんです。人のものを盗むなんて許せません。お仕置きが必要です。そうだったんだ。そういえばさっきのあの子エトナって言ってたもんね。はい、盗むのは良くないです。こうしてはいられません。すぐにでも取り返さないと。でもどこにいるかわからないよ。大丈夫です。こういう時にはちゃんと愛と正義のお導きがあるものです。愛と正義、貴様にはそれしかないのか？ルキウスさん、愛と正義は大事ですよ。いいですか？あなたは今間違った道を歩んでいます。私とリゼリアさんが正しい道へと連れ戻してあげますから安心してくださいね。さあ行きましょう。エトナさんという泥棒を倒すことが正義への道につながります。放て、俺様は暗黒勇者だ。とりあえず行こうか。うん、そうね。お久しぶりです。ロマンチストの幽霊モカですよ。恐竜物の探索には慣れましたか？いろいろなアイテムが漂流してきているので、どんどん探索してくださいね。ここだけの話、漂流物にある重力場を壊すのがとっても重要な鍵になっちゃうらしいですよ。他には何が重要かわからないんですけどね。ということで、たまには息抜きしましょう。今からフリータイムですよ。新しい仲間と冒険するもよし、いろいろなアイテムを拾うのもよし、強いモンスターを倒すのもよし、宇宙魔界をぼーっと眺めるのもよしです。気づいていますか？時折キラキラ星の流星群が見られたりするんですよ。運よく見れたら、特に何もないですけど、ちょっぴり幸せになれるはずです。ちなみにですね、何日か経過すればイベントが発生しますよ。時間が経過したらワールドメニューのイベントを見てみましょうね。それではみんなの心に星のきらめきが宿りますように。みんなが集めた情報をまとめると、通り魔の特徴が分かったわね。オレンジ色の髪の毛に巨大な斧を振り回す20歳前後の男ね。それからどの現場でもレジを破壊するときにはお客さんが支払いを終えた後みたいね。こんな変な事件、一体誰がやったんでしょう。通り魔なんて許せません。今すぐ捕まえてお仕置きです。多分あいつよね。
長から想像すると一人しかいないよね。レジを壊す理由もなんとなくだが想像できるしな。皆さん犯人を知っているんですか？おそらくなんだけどね、レシートっていう人だと思う。レシート？名前がレシートですか？とにかく通り魔なんて見過ごせないわ。目撃情報はあるからすぐに追いかけましょう。ぶっ飛んでるシャーニースター弾ける光。レシート。あんた女神のリゼリアだったか。また会ったか。あなたに聞きたいことがあるの。最近城下町でレジを破壊する通り魔が出るらしいんだけど、あなたがやったんでしょ？リゼリア、ダメだよ。そんな犯人だって決めつけちゃう。俺じゃとんでもない過ちを犯してしまったぜ。ではあなたが犯人なんですね。ああ、認める。拍子抜けするぐらいあっさりと認めたな。ちょっと調子が狂うわね。でも素直に認めてくれたならいいんじゃないかな。それでどうしてレジを壊したりしたの？レジ、レシートはいらないって言われるとつい熱い衝動に駆られて。よくわかりませんが、あなたは罰を受けなくてはなりません。そうね、このまま許すわけにはいかない。え、戦うの？こいつは初期だからね。いって当たれ。いって、これで終わりよ。くらえ。正義の一撃を受けてみなさい。やら楽勝ね。すごいです。弱い。次の獲物が楽しい。なる勇者こそ究極の職業だな。レシートさん、目は覚めましたか？あなたは自分の名前を恥じているようですが、それはもったいないことです。ご両親が一生懸命考えて名付けてくれた名前です。胸を張って堂々と名乗りましょう。俺っちが悪かったぜ。自分の名に誇りを持てなかった心の弱さが原因だ。分かってくれましたか？俺っちの心はまだまだ未熟だった。頼む、俺っちを仲間にしてくれ。あんたらと一緒にいれば強い心を持てる気がするんだ。リゼリア、いいよね。このまま放っておくわけにもいかないし、保護しておいた方がいいわよね。調査も手伝ってもらいたいし。また被害者が一人増えたな。何か言った？ルキウス。いや、何も。レシートさん、共に正義の道を歩みましょう。よろしくね、レシート。感謝するぜ。ぶっ飛んでるシャーニースター、弾ける光。究極のスイーツを求めて旅立ったさすらいのスイーツハンターエトナ。ついに伝説のスイーツの手がかりを手に入れ、宇宙魔界へと降り立った。そこで出会った犬魔王を仲間に加え。エトナ、椿がびっくり堂のびっくりプリンを買ってきたぞ。すぐ行くからそこ置いといて。そこで出会った犬魔王を仲間に加え、
次々に材料をゲットする。残るは伝説のパティシエールパメラを探し出すのみ。伝説すぎて死んでますけどね。次回ラブリースイーツハンターエトナ第19話、伝説の扉の先には、君はカラメルとキャラメルの違いがわかるか。やっぱりエトナ様がやると違うっすね。さすがエトナ様っす。惚れ惚れする次回予告っす。ま、唯一の見せ場っすからね。びっくり堂の巨大プリンのために軽く運動でもしておこうかな。しまったっす。なんで誰も止めてくれない。なんでみんないないんすか。いつの間に。エトナ様、早まらないでほしいっす。話せばわかることっす。オッケー、話し合いましょう。とりあえずあんたをプチッと潰してからね。それじゃもう遅いっす。人はそれをどつき漫才というのだな。あー、うん、おー、デリシャスだ。カナタ様、ほっぺに生クリームつけながら喋らないでください。ぶっ飛んでるシャニスタ、弾ける光、頑張ってるのに慣れると気がついたシートの上で揺らいで、どうかな、うまいの誰だって。いらっしゃいませ。また来て。ぶっ飛んでるシャニスタ、弾ける光、頑張ってるローリスト、ダメかもしれない。
弾けて。決まって。走れ閃光。これで